今回は懐かしいものの話題です。年代によって懐かしいと感じるものはそれぞれ違うと思います。そんな中、日本のアラフォー世代が懐かしむ品物の写真25枚が台湾で話題になっていましたのでご紹介します。一体どのような懐かしい品々が登場するのでしょうか。気になりますね。早速ご紹介していきますね。1. 多段ギア付き自転車。2. スーパーカー消しゴム。3. 爆竹。4. 電子野球盤。5. ファンタの 500ml 瓶。6. 当たり付き王冠。7. マックボール。8. コカ・コーラヨーヨー。9. ヘビ花火。10. 多機能ペンケース。子供の頃、このタイプの筆箱をみんな持っていましたね。11. スケルトンのシール。12. パックマン貯金箱。13. スライム。14. ブルワーカーの広告。15. 日編のミコちゃんの広告。16. 瓶入りキリンレモン。17. マナブヤン。18. ダブルソーダ。19. 雪印の宝石箱アイス。20. カブトエビ。21. 1981年の家庭用ゲーム機カセットビジョンのソフト、キコリの予作。22. 燃えよデブゴン。23. ロケット鉛筆。24. ソフトグライダー。25. ルーレットゲーム。あまりの懐かしさに、日本人のみならず台湾人の方からも次のようなコメントが相次いでいました。ダブルソーダ、懐かしいですね。ソフトグライダーって今でも買えるのかな。ニューヨークには売っているよ。でも最新版だけどね。ロケット鉛筆は好きで集めていました。スライム、小学校の頃に一時期すごく流行りましたよね。私たちはずっと昔からハーリー族、日本好きな若者たちだったんだね。どれも見た覚えがあるよ。マックボールだけわからないよ。マクドナルドがキャンペーンで無料で配っていたけん玉のことね。普通のけん玉より玉がかなり軽くて誰でも高速アクションができたんだよね。胸がキューッとなりました。パックマン貯金箱とマダムヤン以外は全部経験したね。あとは金消し加えてほしいですね。真ん中にローラーのついたサンシャインが欲しくて欲しくてたまらなかったよ。金消しはスーパーカー消しゴムの後の世代だからね。同じくガンプラもちょっと世代が違うと思うよ。7対3に分かれるダブルソーダ、懐かしいね。宝石箱、もう一度食べたいね。
わかるよ。美味しかったよね。ロッテのブラキュラというアイスがあったね。食べると舌が真っ黒になるアイスでした。姉妹品に赤キュラというのもあったね。それあったね。懐かしいね。いかがでしたか？あなたにとっての懐かしいものはありましたか？もし他にもこれも入れてほしいよなどがありましたら、コメントで教えていただければ嬉しいです。このことをたくさんの方に知っていただくため、動画の拡散を希望しています。ご協力いただける方は最後にグッドボタンを押していただけたら幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。